画家の夢を諦めたフリーターのひろし、突然の余命宣告がこの夏を人生最後の夏に変える。あんたなんか自分に死ぬことも生きることもできないじゃん。お前みたいなガキに言われなくたってんなこと分かっ。投げやりになるヒロシに全身でぶつかる舞、彼女に翻弄されながらも諦めた夢を取り戻していく。お互いの名前も知らないまま、トイレのピエタ、もっと速く走ってよ。病人なんだけど俺。